皆さんこんにちは。野球チームにはよく永久欠番というものがあり、歴史と伝統あるチームほどそれが多いことで知られています。ニューヨークヤンキースに至ってはなんと21もの永久欠番があるため、主要なものは大部分それによって占められています。一方サッカーではそれに比べると多くはないものの、伝説的な選手がいる場合はそれが設定されている場合もあります。そこで今回は永久欠番を捧げられた5名の伝説選手をご紹介していきます。ペレ、本名エドソン・アランテス・ドナシメント、愛称ペレ、王様サッカーの王様、国籍ブラジル、生年月日1940年10月23日、出身地トレス・コラソン・エス、身長173センチメートル、体重73キログラム、ポジションフォワード、ミッドフィルダー、利き足右。基本的に10番が永久欠番になることはありません。しかしそんなナンバーを永久欠番にしたクラブがニューヨークコスモスである。そうさせたのはブラジルの伝説ペレでした。サントスで20年近くを過ごしたペレはサッカーを根付かせようとしていたアメリカのニューヨークコスモスへと移籍。そこで3年間プレーしました。そしてニュージャージー州にあるジャイアンツスタジアムで彼の引退試合が行われ、前半はニューヨークコスモス、後半はサントスの選手としてプレー。そのハーフタイムに引退セレモニーがあり、10番は永遠にペレへと捧げられました。ニューヨークコスモスは一旦解散してしまったものの、後に独立リーグで復活。現在もペレがつけた10番、そしてジョルジョ・キナーレがつけた9番が欠番です。ハビエル・サネッティ、本名ハビエル・アデマール・サネッティ、愛称トラクター、キャプテンの中のキャプテン、国籍アルゼンチン、生年月日1973年8月10日、出身地ブエノスアイレス、身長178センチメートル、体重75キログラム、ポジションディフェンダー、ミッドフィルダー、利き足右。サネッティはサッカーというスポーツを彩った最高のサイドバックの一人です。インテル、セリエ A で615試合出場という驚異的な数字を持ち、代表も含めた全公式戦では1114回のプレーという記録を持っています。彼はインテルの歴史上最高のキャプテンでもあり、5回のスクデットに加えてチャンピオンズリーグ優勝というタイトルも掲げました。ジュゼッペ・メアッツァでの19年間、その13年でアームバンドを巻いていました。そんな彼のキャリアに敬意を表し、インテルはサネッティが着用していた4番を永久欠番とし、そしてクラブのフロントスタッフとして迎え入れることを決断しています。ヨハン・クライフ、本名ヘンドリック・ヨハネス・クライフ、愛称フライング・ダッチマン、エル・サルバドール、エル・フラコ、国籍オランダ、生年月日1947年4月25日、出身地アムステルダム、没年月日2016年3月24日、身長178センチメートル、体重67キログラム、ポジションフォワード、ミッドフィルダー、利き足右足。世界で最も有名で世界で最も素晴らしいサッカー選手の一人であるヨハン・クライフ、彼がいたからこそトータルフットボールが生まれ、バルセロナにティキタカという文化が生まれました。3回のバロンドールを受賞した彼はアヤックスでそのプロキャリアをスタートさせ、エールディビジを8回制覇しました。後にバルセロナへと移籍し、選手としても監督としても変革をもたらす男になりました。2007年にクライフが60歳の誕生日を迎えた際、アヤックスはその貢献に敬意を表して14番を永久欠番にすることを決断。残念ながら彼はその8年後にこの世を去りましたが、アヤックスは本拠地をヨハン・クライフ・アレーナと名を変え、再びレジェンドへの称賛を表しています。パオロ・マルディーニ、本名パオロ・チェーザレ・マルディーニ、愛称パオリーノ、国籍イタリア、生年月日1968年6月26日、出身地ミラノ、身長186センチメートル、体重85キログラム、ポジションディフェンダー、
利き足、右足、パオロ・マルディーニはあらゆるサッカー選手の中で最も影響力があるディフェンダーでした。父親であるチェーザレの足跡をたどるようにミランでプレーし、25年間のプロ生活をそこで過ごしました。黄金時代のチームを支え、25回のメジャータイトルを獲得。セリエ A 優勝7回、ヨーロッパのカップ戦5回という目覚ましい実績を手にし、1000試合以上プレーしました。25年間ミランに貢献したことを考えれば、クラブが3番を永久欠番にすることは当然ですね。ただユニークなのは、彼には息子がミランでプレーした時には3番を与えられるという権利が与えられていることです。ディエゴ・マラドーナ、本名ディエゴ・アルマンド・マラドーナ、愛称神の子、国籍アルゼンチン、生年月日1960年10月30日、出身地ラヌース、没年月日2020年11月25日、身長165センチメートル、ポジションフォワード、ミッドフィルダー、利き足、左足。1976年にアルゼンチンリーグにおいて史上最年少でプロデビューを果たし、ナポリではセリエ A 優勝2回、ウェファカップ優勝1回に貢献した立役者。アルゼンチン代表においても1977年に歴代最年少で出場、1979年にはアンダー20アルゼンチン代表として FIFA ワールドユース選手権を優勝。 FIFA ワールドカップには1982年大会から4大会連続で出場し、1986年大会ではチームを牽引して優勝に導き、大会 MVP に選出されました。同大会の準々決勝のイングランド戦で見せた神の手、ゴールと5人抜きドリブルはマラドーナを象徴するプレーとして後世に語り継がれています。そしてペレと同じように10を永久欠番としているのがナポリであり、その称賛は英雄ディエゴ・マラドーナに向けられています。バルセロナで2年を過ごしたアルゼンチンのスターは1984年にナポリにやってきました。決して強豪ではなかったチームを史上初のリーグ優勝に導き、強豪へと進化させました。ファンからも絶大な人気を獲得し、彼が着用していた10番は永久にマラドーナのものになりました。彼は昨年11月に突如60歳という若さでこの世を去ることに、ナポリはすぐにスタジアムの名前をスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナに変え、英雄の死を悼みました。いかがでしたか？今回は永久欠番を捧げられた5名の伝説選手をご紹介していきました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。